皆さん、私山口県美祢市住みます芸人、出身地愛知、うっちーでーす。はい、ありがとうございます。今日はですね、私の勝負飯ということでご紹介させていただきますのが、ライブの前などでですね、必ず食べているものがあります。それがですね、ウインナーソーセージでございます。今日はですね、そのウインナーをですね、初めて手作りで挑戦して作ってみたいと思っております。では早速作っていきたいと思うんですけど、まず初めてなもんですからね、実は、先輩芸人に、同じバルーンアートの兄弟子にキャプテンザコさんという、東京住みます芸人のキャベツ確認中のキャプテンザコさんという方がいらっしゃるんですが、その方がですね、前職が某食品メーカーの、そのハムウインナーとか担当されていて、すごいハムやウインナー作りに詳しいんですね。それでちょっとザコさんにウインナー作りのコツを教えてくださいっていうふうにお願いしたところですね、とにかくウインナーを作るときは冷やすこと、もう10度以下にすることということをね、教えていただいたんで、それをちょっとね、厳守しながらやっていきたいと思います。氷を入れて氷水にしていきます。こちらにね、まず冷やした、これが、まあ、ちょっと粗挽きミンチですね。うちが好きでよく使ってる粗挽きミンチなんですけれども、でこれ昨日、しゃぶしゃぶを食べたんですけど、その余ったお肉を、これもフードプロセッサーでひき肉にして使ったら、よりジューシーで美味しくなるんじゃないかなと。いい感じですよ、これもうだいぶひき肉よ、いい感じ、どうです、ね、いい感じでしょ。じゃあバターの方がいいかもしれない、小さい頃からウインナー、ウインナーソーセージ大好きで、小中学校、高校の時のお弁当も必ず母にウインナーを入れていただくっていうのはね、もう定番だったっていうぐらい、まあ、ウインナー自体が好きなんですけど、まあ、大きくなってからですよね、になってからは本当に勝負飯としてもウインナー必ずライブ前に食べるようになりました。まあまあ、ウインナーでウィナーな感じも気に入ってますし、まあ、ちょっとその私が割と下ネタをやってたのでまあなんか験担ぎというかね、験担ぎで、いや、よく食べてましたね、ライブ前は必ず。じゃあ500ぐらい作って、常にね、温度が大事ですよ。これもしこれで肉が、希望は10度以下って言ってましたけど、これ自体を冷やしておきながら、手をね、氷で冷やしてから、冷やしながら、とにかく温度管理という、おくそ、くそ冷たいスパイスはこのオールスパイスにしてみようと思います。オールスパイス、オールスパイス、ナツメグも入れます。肉の臭み取りですね。スパイスを加えちゃいます。やっぱスパイス効いてますもんね。あ、もう手の指の感覚がなくなってきた、よいしょ。これを、締めます。ちょっとね、私も初めてですからね、すいませんね、真剣になっちゃいましたで、これが腸ですね、羊の腸だそうです。チュル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 、すごいですね、長い。バルーンやるより難しい、難しいですか、バルーンはキュンってすぐ入るのに、これを、しまった、
痛恨のミス。全然入んないんですけど。何やってんのって。え、まあソーセージ用に腸詰めにし、腸をこの先端に入れてんだけど全然入んないの。入んない、難しいよ。ねじれるのよね、こうやって腸も。なるほど、なるほど。余計入らなくなります、うん、そうそうそう。今すごいスムーズになった。ねじれてたからだ。うん、おお、ね、すごいすごい。そういうことか。うん、これ誰の腸怖いこと言うね。人の腸ではない。怖いこと言うね。早速やっていきたいと思います。押し出すタイミングと皮を手繰り寄せるタイミングがずれると難しい。感動ですね。これは感無量ですよ。ちょっと待ってください。ここしばっと噛んと先っぽからどんどん出ちゃいますね。あー大変だ。穴が開いた。難しいですねこれ。あー開いちゃった開いちゃった。ね、ねじったウインナーを投入。20分経ちました。すくってみましょう。おプリプリ、わおわおわお、超ロングウインナー。はいちょっと見た目悪いですけど完成です。できました。完成です。いただきます。すごくジューシーな感じが伝わってきますでしょう。もう見ただけでこうちょっとジューシーさがねテラッとして伝わってくると思います。いただきます。もう我慢できない。うんうん、噛んだ瞬間にピュッと口の中にピュッとほとばしるおつゆ。初めての割には上手にできたかなと。ただ、まあ、私の好みのスパイス配合じゃなかったな。やっぱりスパイス多かったなごちそうさまでした。私の勝負飯、ウインナーのウインナー、ね、これからもウインナーを食べてね勝ち続けたいと思っています。あの結構その腸を詰めるところとか難しかったですけど、あのご家族でお子様とね一緒に作ったりとかしてもすごく楽しいんじゃないかなと思ったので、ぜひぜひ皆様も手作りウインナー挑戦してみてください。